ほんまに。ほら。ほら。コカ・コーラの350ミリリットル缶は、うん、中身を3分の1残した状態にすると、え、斜めに立つ。すごい見たいですよね。見ていただきましょう、はい、こちらが確認の VTR です。コカ・コーラといえば世界200カ国以上で販売され親しまれている炭酸飲料であるが、物理学に詳しい千葉工業大学の金沢教授はこう語る。それ本当なんですか。ああ、はい、確かにコカ・コーラの350ミリリットル缶は中身を3分の1残した状態にすると斜めに立ちます。実際にやってみた。こっちから持ってってあげないのね、あれぐらい。待たなきゃいけないのこれ。さあ、立つかな。え、今3分の1やん。飲むの早いですね。立つの。ああ、あれ、あれ、ちょっとまだ量が多いようです。さあ、今度どうかな。